スタートから振り返りお願いします。はい、まあ、前取ったのはね、8番選手取りに行ったってことですからね、まあ、稲垣選手が前受けしたかったってことですけどね。はい。358になったんだよね。はい。まあ、前受けは3番の稲垣選手ですよね。そして番手、中川選手に近藤選手、エストと近藤選手が近畿2人を迎え入れて前受けになりました。そして中段は、まあ、シャバンがね、一番下なんで、これ中盤取りやすいんですけども、まあ、南関東ラインの7番、1番、4番という並びになったと思いますけどもね、7番の山中選手、2番手の松谷選手、4番の、まあ、武田選手が中段を回っていくという展開ですよね。そ周回、まあ、後方になった松川選手、そして、まあ、井上選手、新井選手のラインなんですけども、まあ、松川選手もこれね、なるべく先行はそうしたくないだろうというところで、どのタイミングでまあ抑えに行くのかなっていうところが、まあ、勝負としての駆け引きなんですけども、まあ、中段入ったね、山中選手も後ろやっぱり松谷選手がついているので、なるべくその先行主体にっていうようなレースなので、これ切って松川選手を出させるのか、松川選手が切った上を出るのかっていうところで、ある程度流れは変わってくるのかなっていうところだったんですけども、まあ、後方になった松川選手が動いていってっていうところですよね。これ残り2周半で、この時点でね、合わせて、まあ、山中選手が切りに行って、稲垣選手の前に出るというレース運びをした時点で、まあ、普通で考えれば、これは稲垣選手を切った上をやっぱり9番、2番、6番を出させて中段が欲しいかなっていうようなレース運びになってくるんですけどね。まあ、ここで9番、2番、6番を出せればうまく中段が取れるのかなっていう運びだったんですけども、もうこの時点ですかさず9、2、6が出た時点でね、稲垣選手がもう出ていきましたからね。もう稲垣選手の先行体制に入って、やっぱりこの3、5、8の並びになって、中段に9番、2番、6番、調子いい松川選手が中段入ったわけでして、山中選手、後方になって苦しいのかなと思ったら、もうホーム戦から巻き返した分、この巻き返しに1番の松谷選手が少し口開いたんですよね。この時点でちょっと足を使ったのかなという感じで、もう3番手の高田選手に限っては離れましたからね。で、もうまくられて、井上選手はすかさずもうちょっと松川選手には悪いんですけども、そこを捨てて切り替えて7番、1番を追いかけて、まあ、3番手追走というところから、最後きっちり1番もかわしきって2着に食い込んだっていう、7番、2番、1番で決まるというようなレースでしたけどね。まあ、このレースを見ると、やはり山中選手仕掛け早いというか、まあ、ホームから行かなければ自分が届かない、7番手になってはあの位置ではまあ届かなかったというところを、あそこで仕掛けれた勇気と調子の良さというのは伺える部分であり、もちろん番手回っている松谷選手は少し離れるぐらいのスピードですから、まあ、調子はいいと見ていいでしょうね。そして、まあ、切り替えていって、1番の松谷選手を抜いた井上選手のスピードも少し光っているので、まあ、今節、井上選手の調子も相変わらず好調子はキープしているのかなっていうようなレースでしたね。はい。ありがとうございます。